どうも、ヌヌです。バンサバ日記第9回。今回はガロタワーでレダ解放チャレンジ。前回動画でガバロでプレイしてみたら色々と遊びやすくなり、色々なキャラを解放することができ、今回のレダ解放チャレンジに挑むことにしました。レダはガロタワーの下奥にいるボスで強いというよりたどり着くのが大変です。ずっと下へ下へ進んでいくと画面が暗くなっていきます。レダがいる場所は最終的にここまで視界が悪くなります。レダ発見残り時間も少ないのでサクッと倒しましょう。本当にサクッと倒しちゃいました。ボス自体は本当そうでもないのですが、ビルドは気を配る必要があると思います。骨、無知の進化版、聖書の進化版、ペンタグラムの進化版、斧と炎の杖の進化版を使いました。特にペンタグラムの進化版はあった方が移動しやすく、進化後は経験値も吸い寄せてくれるのが大変ありがたいです。今回は、ガロタワーのレダチャレンジをしてみました。プレイアブルキャラもバンサバは多く、ネタも細かくて、発見が面白いゲームでもあります。中にはコアナカ以外のネタをオマージュしたものもあるみたいです。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。